九罰の悪魔召喚術は、折口吉野による日本のライトノベル。イラストは、術住正樹が担当している。電撃文庫より観光。少年、等の九罰は召喚した覚えのない日、少女悪魔アイムに毎日手を焼いていた。その様子を見た妹、等の七つみには、微妙に嫉妬されていて、平穏とは、ほぼ遠かったが、ある日、 町で悪魔が事件を起こしその事件に旧罰たちは巻き込まれていくことになる。本作品では、江戸時代に起きた天草四郎率いる天草の乱が成功し、日本の既存の宗教を排斥し日本は本家のローマやイギリスが関心するほどのアジア最大の経境国になっているという設定である。折口良のアスキーメディアワークス電撃文庫 9罰の悪魔召喚術 ISBN978 から4から04から86万7821から69罰の悪魔召喚術 2ISBN978 から4から04から86万8139から19罰の悪魔召喚術 3ISBN978 から4から04から86万8396から8 9罰の悪魔召喚術。4ISBN 978から4から04から87万546から2。ありがとうございます。